はい、どうも陶芸家の青木亮太です。高台は美しさの命、高台の削り方茶碗編行ってみたいと思います。結構ね、高台このご飯茶碗、湯飲みと一緒でここはねもう削らない、ろくろ目のみに残してここだけ削るやり方をやっていきたいと思います。では行ってみましょう。今回ポイントは3つ。まず1つ目、高台の削りは少しでいい。じゃあ合わせていってみましょうか。チェックチェックチェック、ワンツー。通常はね、こう指でグッと押さえてペッて削るんだけど、これだと一点に集中しちゃって、例えばちょっと高台が柔らかすぎるとへこんじゃう可能性があります。そのために使うのがこのペットボトルの蓋です。またね、このペットボトルの蓋、いろいろ種類があるんだけど、めちゃくちゃ探した。他のやつだとこう指でギュッと押す部分、この真ん中の部分あるじゃん、ここね、めっちゃ尖ってんだよ、なんか。だから指で押すと指がね、めっちゃ穴開いて痛くなる。で、昔から使ってるのがこのコントレックスっていう、もう水の蓋、このピンクの蓋。これはね、もう中がツルツルして、全然痛くならない。で、ここ1年ぐらいで見つけたのは、結構有名な、アントカスウェットっていう、なんかこう、なんか清涼飲料水。ちょっと中に字が書いてあるぐらいで、まあそんなに押してても痛くならない。これあんまり売ってないんで、こっちの、蓋でちょっと行ってみたいと思います。まず器を芯出しした後にこの押さえる蓋を芯出しします。では削りいきますね。ポイント、こっからここまで、こっからここまでしか削りません。あとはノータッチ、ここ触っちゃうともう何でもないものになっちゃうんで、ここで個性が消えちゃうから。じゃあ高台の削りの基本として、1、上を平らにする、2、側面を削る、3、中を掘る、4、高台の形を作る。じゃあまず1、上を平らに平らにします。シューッとこうヒゲ剃りみたいにスーッと剃ります。この時のポイントはね、若干今こう平らに見えてるけど、こうなってる。究極言ったらこう、内側がへこんでる。内側が山になってるとどうなるかというと、こうこれを押した時にこいつがカタカタ言っちゃう。こうなってるとこの溝に入ってるから、これカタカタ言わないので、ちょっと若干溝を大げさに言うと、こっちの角度だと見えるかな、ちょっと深くなってるじゃん、ちょっと深くなってるんだよ、この深くなってるところ、これ重要。もしこれが山なりになってるとこいつがカタカタしちゃうんで、これ深くしといてください。この時の力の入れ具合、土練りする時の半分ぐらいの力かな、もう50ぐらいの力で結構強めに押します。こう結構ギンギン、そうするとちょっとなんか集中してんのこれ。ちゃんと押さえとけば器は絶対ぶれません。削る時のこのカンナのポイント、腕と足はしっかりつけて固定して、固定にする。固定しないとこっちはもうガタ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 ってなっちゃうね。固定して脇をギュッと締めるね、もうスポーツと一緒。これちゃんとやってくださいね。やっちゃって、で2番目のこの外側の形を決める。ちょっとここね結構重要だからね、横見ながら、ライン見ながら、ラインが重要だから、これお茶碗っていうのはちょっと言葉じゃ表せないけど、ちょっとみんな画像で見てよね、これ画像じゃない、動画で見てね、これここのライン、今見てもらったように実際削ったこの削りカスってそんな多くない、これでも半分ぐらい、まあ、そのためにはそのろくろで上手にここの薄くというか、まあ、なんかまあ均等に引く必要があります。これ引かないとここも削っちゃうことになるから、めちゃくちゃダサいご飯茶碗になっちゃいます。じゃあここちょっと優しく削ってあげて、でこのろくろ目をチュイーンと取ってあげます。でここでチェックワンツー。美しいねこれ、ちょっとこれ見て、これこのライン、ほら、いい仕事してますね。あれ合わなくなっちゃった。カモンメン、ちょっと合わなくなる場合があります。この時はちょっとハイボール飲んだら合うようになるんですよ。完全に合ってる。じゃあ次に中ほじって中の高台の形を決めます。この時はこれ使います。この長ガンナー。この時は常にどちらかの手で中心を押さえてください。こう。今だったら左手の親指、次右手の人差し指。そしたら、こいつらは動きません。こういう風に。タオ2、タオ2。
決まった、はい、行きましょう。高台削りのすごく重要なポイントで、手数はなるべく少なくしてください。手数が多いともうなんていうかな、まあロボットみたいな量産品なパチンカチンっていうのは綺麗にできるけど、こういう味のあるものは手数を少なくスススって言って、あのお寿司言ったらもう一握り二握りできるみたいな、そんな感じで作ってきます。触れすぎると一つもいいことはない。だけど難しいんだよね、これも。もうこんなもんでいい。チュ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 、はい、おしまい。で中もチュ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 、おしまい。で高台の内側を削る。ちょっとこっち見えやすいように、ちょっと見えやすいようにこうやって削ろうかな。はい。でこれで最後は通常ボールとかならこう、まあ、カンナで最後外側をちょろっと削るんだけど、日本人の心は優しいから、何なんだろうね、茶碗って高台がね優しいんだよね。どうする、うん、じゃあこれヘラでも使おうか。いやヘラ使ってもなんかちょっと硬くなるし、じゃあカンナで使おうか。指ですよ、最後指で外をこうなぜる。めちゃくちゃ柔らかくなるんだよねこれ。しかもちょっとツルッとすんの。これが実は秘訣です。まあ伝統系クラスの人は結構知ってると思う。最後あの人たち結構手で最後ちょ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 って交代仕上げるから、けど今やってる陶芸の人は知らないと思う。じゃあ最後にサイン書いて仕上げにします。めっちゃいい、超絶かっこいいじゃんこれ。これ見て見て、めっちゃかっこいいからね。これ茶のちょっとした重心の重さで、皆さんあのチャンネル登録してもらうと、この YouTube 陶芸学科授業を受けれますので、ぜひチャンネル登録してみてください。ありがとうございました。これかたどったらいいねこれ。はい、保存。